まあ、早稲田大学23年入試のデータというものが出てきました。受験者数だったりとか、はい、合格者数だったりとか、僕の予想まあまあ当たるんです。教育学部はちょっとややこしくなりましたね。お買い得ってね、見てください。お待たせしました、お待たせしました。さあ、平田也、どうも皆さんこんにちは、早稲田法学塾代表の平です。よろしくお願いします。はい、急いでください。もう40分遅刻してますから。森哲君、はい、もうね、今日は久々にちょっとこう僕らしい企画になるかもしれません。また、はい、まあ、早稲田大学2022年23年のシーズンの、まあ、23年入試ですね、はい、のデータというものが出てきました、はい。成績開始データというのはまだもうちょいね後になってくるんですけれども、うん、この撮影時よりも、うん、なんですが、一応まあ早稲田大学から公式発表された受験者数だったりとか、はい、合格者数だったりとか、うん、そういう数値というのが上がってきまして、なるほど。で、まあ、去年なんかも、まあ、一番最初にまずこの数値を見てるんですよ、うん。でこの数値を見ると見えてくることがいくつかあって、今回の動画では森哲イングリッシュチャンネルを見ている皆さんが、まあ、ちょっと興味がありそうな学部っていったところをちょっとピックして、ちょっと全部を拾うことは少し難しかったので、ちょっとねやってみたいと思います、はい。今回拾うのは政経、法、商、教育、国境、この5つちょっと面白かったんで、データをピックして見ていきたいと思います、はい。まずですね、皆さんご覧ください。政経学部からちょっと見ていきたいと思うんですね。で、まあ、政経学部はもう一昨年から僕数字をね追って動画にしてると思うんですけれども、まあ今年もまたちょっと減りましたよね、気持ちね。2022年23年比べてみると志願者が50人ぐらい減ったのかな、これ一般入試の数字ですね。で合格者がまあ20人弱ぐらい増えてるみたいな感じなんですよね。だからまあ僕このとこで3年前ぐらいの動画から言いつけてるんですけど、まあ、このまま政経は受験者数っていうものは多分減っていって、合格者数はちょっとずつ増えていくかもねって話はしてるんですよね。まあ予想通りだから、あの僕の予想まあまあ当たるんですよ、本当にね、うん。そういうことなんですよね。まあ、数学がね入って減りましたからね。そう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 。で、あと政経学部と法学部にも言えることなんですけど、この2学部は共通テスト利用の数字も追っかけるのが大事なんですよ、うん。なぜかというと、まあいわゆる共通テスト利用で早稲田を狙うようなやつらっていうのは、まあ大半が東大、京大、一橋、東工大といった超難関大の滑り止め軍団なんですよね、うん。こいつらは共通テスト利用を受けて、でもしじゃあ早稲田取れたらば、いちいちもう2月25日には国立2次があるのに、うん、21日や22日の早稲田の一般入試までもう取れてるのに受けに来るかというと、うん、来ないんですよ、ね。だから共通テスト利用の数字もトータルで見ていくと、22年は共通テスト利用で640人が合格してます。で、1337人がトータルで早稲田政経に進みましたと。で、23年は681人が共通テスト利用で受かってるんで、トータルで1394人が合格。だからトータルで見ると、まあこれ60人近くが増えてるのかなっていうような数字になるんですよね。だから、まあ、本当にこう今政経学部はどん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 一つずつ増やしていく方向にあるの で実際今年うちからも受かってるっていうのもあるし、まあ、本当に狙ってみるなら狙ってみるのもありだと思いますよ。次に法学部ですね。法学部22年志願者が4709人、23年は4780人とね、ちょっと増えたぐらいかなって感じなんですけれども、合格者が22年は866からちょっと減って811になったって感じですね。で、まあ、22年のと23年の共通テスト利用も見ていくと、22年は強手利用で550人合格で、トータルで1416人、23年は強手利用で510人合格でトータルで1321人ということで、まあトータルで見てもまあ100人弱ぐらい減ってるんですよね。まあこれここ3年で見ていくと、21年は1358人だったんです。でまあ22年がちょっと増えて、で23年がちょっと100人近く減ってって感じになってくると、多めに取ったり少なめに取ったりみたいなのが結構こうばらつきがあるんで、今回23年ちょっと少なめではあったんでってなってくると、いいですか、よく聞いて、来年ちょっと多めに取ってくる可能性が高いです。へー。なので、まあ、ちょっと今年、いや本当に少なめだったんで、トータルが。来年ちょっと多めに欲しがってくる可能性が非常に高いから、まあこれは結構その人数という意味合いにおいては、ある意味チャンスはチャンスかなと思いますね。なるほど。はい。で、続きまして、商学部ですね。で、商学部がこれまた数字が面白いのよ。商学部は現在、知歴公民型、数学型、4技能利用型で受験がされますと。で、まあ分かれてるんですよね、型がね。っていう中で、やっぱり特筆すべきは、この4技能型なんですよね。早稲田の文学部や文化構想学部だと、結構4技能型と、まあ、3科目受験型、通常のね、っていうのが、やっぱり併願ができるんですよね、一緒にね。だけど、商学部の場合は、どっちか選ばないといけないんですよ、受験型を。あなたは、
4技能利用型で受けますか、それとも知歴公民型で受けますか。で、4技能型になると、まあ、通常の3科目試験に加えて、まあ、英語4技能試験、準1級以上じゃないと受けれません。これが加えられると。ただ、5点分なんだよね。で、しかも、準1級持ってたら0点で、1級持ってたらプラス5点加算ってことだから、だからね、平均点が 0.4 点とか、そういうね、とんでもない数字になってるんですよ、この枠が。なんで、どうなんのかな、これって思いながら見たりしてたんですけど、ただ、昨年かな、まあ、以前だ僕が YouTube で、森鉄イングリッシュチャンネルで出したやつで、和製賞のデータ分析してるんですよ。うんうん、ってなった時に、4技能利用型がすげーお得だって動画を出したんですよね。ほうほうほう。で、その効果なのか、なんと2022年はね、899人が受験してるんですよ。はい、これどういう数字かっていうと、21年の4技能利用の試験の受験者数250人しかいなかったんですよ。ボーンと増えてる、ね、ちょっと増えたんですよね。で、この数字僕見てたから、だから2022年の間は僕商学部の4技能については実は語らなかったんですよ。あー、なるほど。21年は語ったけど22年は語らなかった、うんうん、そしたらね、人数が元に戻ったんですよ。なるほど、ね。279人とかに。22年入試だと、これ、早稲田商学部の、まあ、要は4技能が有利だって言ったんだけど、あまりにも人数が増えすぎたせいで、若干、ほんと2、3点ほどね、4技能の方が、俺有利って予測してたけど、不利になっちゃったんだよね。っていうのはあったね。ただ、ちょっと人数が増えすぎたかなってのもあって、人数で言うと、まあ、志願者数とか合格者数見ていくと、まあ、23年と22年比べたときに、まあ、トータルの合格者、やっぱり100人ぐらい増えてるんですよね。うん、1140人から1233人へというところで。で、あともうちょっと特筆すべきは、この23年、ここ数年ね、早稲田商学部は補欠合格を取ってなかったんだけど、補活合格。まあ、補活みたいなもんやね。もう、保温温めてあげたんでしょ。その温めた甲斐があって、温めた結果、補欠合格が出たんですよ。なるほど。そう。っていうのもあって、おお、出したねーっていうところですよね。なんで、早稲田商学部、今年のこの数値が点数で見たときに開示してみてどうだったのか、それはね、また追ってね、報告したいと思いますね。特に4技能型がどうだったのかの、要注目だと思うので、これまたね、ちょっと発表していきたいと思います。多分、商学部は、トータルで1200人ぐらい欲しがってますね。うん、21年が1166、22年が1140、で、23年が1233人だったんで、ってなってくると、まあ、大体やっぱ1200人ぐらいだよねってところですね。で、続きまして、教育学部に行きます。教育学部は、この23年入試から、ちょっとややこしくなりましたね。これはね、森鉄イングリッシュチャンネルのコメント欄にも、すごく質問があって、実は、もう昨年のうちに本当は動画にしたかったんですけれども、ちょっとね、まあ動画にするにはマニアックすぎて、なかなか触れられなかったんですよね。はいはい、っていうところで、まあちょっと今回こういう機会があるんで少し触れておくと、まあ、僕は質問があるたんびに、どうせ大して変わらんから気にしなくていいってずっと言い続けてるんですよ。で、まあ今回蓋を開けてみて、まあやっぱり、あんまり気にする必要もなかったねっていうような見方も結構できるかなと、はい、うん、まあ、ちょっとそこを話していくと A 方式、B 方式、C 方式、D 方式っていう4タイプの受験型が教育学部はこの23年から始まってるんですよ。で、簡単に言うと A、B 方式は従来の3科目型受験です。 A が文系、 B が理系です。文系参加、理系参加ってことですね。で、 C 方式はね、不思議な入試なんですよ。なんか論文テストみたいなのがこう課されるというか、で、しかもその論文テストの内容も単なる小論文かっていうとちょっと違って、結構中身も少しね、異様っちゃ異様なんですよね。あんまりなんかこう普段学校とかで勉強していく中だったり予備校とかで授業を受けていく中で、まあ見る問題ですかと言われると、意識してこういう問題取り上げないとなかなかお目にかかる機会ないかもなみたいな問題なんで、ちょっとこう攻めあぐねる感じはあるかなといった印象なんですよね。で、まあ D 方式も同じようにまあ変わった感じなんですよ。っていうところで、まあ俺誰が受けるねんと思ったりしてたんだけどね。で、まあ今回C 方式、D 方式も踏まえた、こう、数値っていうのを見てみるんですけど、A 方式、B 方式での合格者数が1788人。C 方式、D 方式での合格者数が約300人なんですよ。で、これってどういう数字かっていうと、ここの数字だけ着目するとね、確かにね、A 方式、B 方式での合格者数は減ってるんですよ、ガツンと。22年の一般入試が2133人合格だから、まあ確かにね、僕のところに相談を持ってきた連中の、その、心持ちをね、推察して考えるに、やっぱりこの2133人の枠っていうのが自分たちに関係があるところだけど、そこの枠が減っちゃいますよねっていうところが気になってたと思うんだけどね。で、数字見ると、やっぱり案の定減ってるんですよね、ここ見るとね。おい、ひら、減ってるじゃねえか、やっぱりっていう感じだと思うんですよね。ただね、教育学部って、これもうちょっと僕細かく見ないといけないと思ってて、学科がね、10個以上あるんで、学科単位で見ていくと、もうちょっと細かい目で見れるんですよ。ちょっと正確なことが見れて、これ見ていきたいんですけど、こちらご覧ください。ドン。
今回ね、まあ一番人気である教育学科と国語国文と英語英文にちょっと話を絞って数値を見ていくんですけど、まあ21年、22年、23年っていう風に見ていった時に、まあ受験者数と合格者数見てほしいんですけど、やっぱり受験者数がまず23年のところ一覧見てください。他の年と比べた時にやっぱりガツンと減ってるんですよね。教育は3371が2583になってるわけだから400人ぐらいドンって減ってますよね、受験者数がね。で、まあ国語国文も150-160人ぐらい減ってんのか。で、英語英文なんかに関しても、まあ、500人ぐらい減ってるんですよね。だから受験者数がこれだけ減った上での話ではあるよねっていうところもあって、で、しかも学科合格者数見てみても教育なんかだと、まあ、21年325、22年359、まあ、ちょっと22年がちょっと多かったから23年少し、まあ、21年と同じぐらいに戻したかなぐらいだったりとか、まあ、国語国文だとなんならちょっと増えてるんですよね。で、英語英文に関しては21年22年がちょっと多めだからちょっと23年少し少なめに取ったかなみたいな感じではあるんですよ。だからね、学科単位で見ると確かにね、一般入試全体で見ると、数字で見るとそれは C 方式 D 方式で受けてる人もいるんで減ってる感じもあるんだけど、学科単位で3年分をね、こうトータルで見ていくと増減してる理由っていうのがそれなりにあるから、ちょっと一概にね、一般入試、あ、確かに数字減ったねとも言えないんですよね。あと、もっと言うと C 方式 D 方式の入試問題見てほしいんですけど、非常に変わった問題です。あれで受ける人ってどういう人かっていうと、教育学部を受ける中でも頭がいいそうですね。もうそうなんだ。頭がいいそうじゃないとあの問題解けないし、あれで受けようって思わないです。そういう問題なのよ。だから考えようによっては、教育学部、皆さんね、通常の A 方式 B 方式で受けますよね。自分たちが受ける受験の方から上位層である頭のいい連中が抜けてったよねっていう風な見方もできるんですよ。だからまとめると、学科単位で見るとまあそれなりに増減してる理由っていうのがある。で、また C 方式 D 方式に関しても、あれは頭のいい人しかまあなかなか解きに行けないような問題の内容ではあるから、上位層が抜けたっていう風な見方もできるということ、ね、で、受験者数も減ってる。だからね、一概になんかね、俺はこれも去年から言ってるけど、 A 方式 B 方式人数減らされます、募集減らされます、そこにね、あんまりネガティブになりすぎる必要はないということ。続きまして、国際教養学部なんですけれども、はい、国際教養学部、いや、これもね、僕数年前からずっと言い続けてますよ。お買い得ってね、うん、見てください。はい、お買い得でございます。うん、23年入試、22年入試、21年入試比べてみたときに、やっぱり緩やかに増えていってますよね。もうね、21年にセンター利用がなくなってからというものを、もう国教の方針としては総合型選抜と一般入試の人数を充実させようっていう方針がもう見て取れるんで、まあここ3年間ではやっぱり最高の人数が出てますよね。うん、455人で、しかも見て、国教の特徴、補欠合格をめっちゃ取るから、国教受けた人で補欠が出たら最後まで望みを捨てないでって、 50% 以上の確率で補欠合格になるんで、国教って。だから、まあ非常にね、国教もね、こう受けてみて、よろしいんじゃないかと今僕が思っている学部ですね。この補欠がプラスって書いてある。そうです、そうです、そういうことです。結構取るでしょ、だいぶ多いな。そうなんです。割合見たらすごい、すごいです。それぐらい、まあ国教って他のところも受ける人いるってこと。まあもちろんですね、こういう形で、はい、まあ、あとは得点の開示が、はい、開示が来たらね、ちょっと今回まあ見切れなかった分、特に教育なんかね、とか、あと小学部とか、やっぱりこう開示データを見て本当の正確なこと、僕はいつも言ってる、受験はくじ引きじゃないから倍率や人数じゃないっていう、点数だって言ってるの。受かりやすかった、受かりにくかったみたいな話っていうの。だから開示を見てね、皆さんにより正確な数字とか分析っていうのをね、お話したいと思いますので、今後ともね、楽しみにしていてください。だからですね、早稲田合格塾のサイトに情報ありますので、はい、そこにいつ行くの、暇でしょ。教育だったんですね、今のはね。はい、もう一回、もう一回、お後がよろしいようで、ご視聴ありがとうございました。天気ウォッチ、この失敗前もした気がする。